安田黒猫シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー193センチ、安田122キロ、安田ただおー、やっと赤コーナー180センチ、102キロ、猫さん、ブラックキャットやっと、レフリーレッドシューズ運動やっと。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。蹴りを見舞ってまいります。乾いた音が館内に響きます。リング下に落とします。リング下に降ります。ロックアップ。お気をつけください。組み合います。お気をつけください。行くのか。お気をつけください。キックを打っていきます。リング内に戻ります。組みに行きます。ボディースラム起こします。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやそれは全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。組みに行きます。逆に振り返して、掴んだ、パンチで返します。魔界クラブのエース格として大いに暴れておりますこの安田忠雄、かつては新日本隊に所属しておりましたが、今では新日本に脅威をもたらす外敵として、観客のブーイングを一身に浴びながら戦ってまいります。ラフ殺法に転じます。ロックアップ、逆に投げてまいります。おたけびを上げます。ハンマーを振りかざします。行くのか。対角線に飛ばした、させません。リングに戻ります。のど輪か、エルボーで返す、のど輪に捉えた、エルボーで切り返す、タックルぶちかわし、おっと足を決めていった、水平打ち抱えた、あった DDT、 あとうまく切り返した、あっとネックブリカドロップ、強烈逆襟が飛ぶ、岸壁の母の胸に抱かれました、強烈タックル、引き起こす、腕をフックした、リバースで返した、覆いかぶさって肩固め、ここでロープブレイク、フロントキック、腕をフックした、これはポイントになりそうですね。そうですね、今の精神的なダメージが大きいです。抱き起こす、重いですね一発が、立たせていく、いった、タイガードライバー、もうこれは闘争本能ですね。
もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。タイガードライバー、ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した、起こした、頭を掴んで、あっと相撲殺法、すごい顔で打つ、あっと逆に投げていった、いけるか、逆に返した、バックに回った、ひねりの効いたバックだ、引き起こす、タイガードライバーが決まった、カウント3が入りました。青コーナーより梶田正幸、大阪大使入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。赤コーナーより小原道義、広斉藤入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。ヒロさん、いけよ。タッグマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。頑張れ。青コーナー、181cm、 100kg、 頑張れ。大阪大使、183cm、 110kg、 頑張れ。勝ちた、正幸。赤コーナー、175cm、 108kg、 ヒロー斉藤、ヒロー177cm、 110kg、 おら、いけよ。小原道義。小原レフリー、穂永のりお。いけー。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。ボディスラムです。胴を打ち込みます。起こしてまいります。キックで返します。ブロックします。ラフ殺法に転じます。行くのか、打たせません。組み合います。水車の要領で落としてまいります。返してまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。
引き起こします。張ってまいります。ランニングスタートネックブレイク。リング下に降ります。リング下に降ります。リング内に戻ります。ローを打ってまいります。上から潰します。あっと膝を折って出ていく。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、グラウンドとの膝蹴り速射法。バックを取ります。グラウンド状態からナックルを入れていく。外してまいります。ここでタッチです。あっとそのまま倒します。マウントを取ります。あっとボブに持っていった。あっと返します。腕をフックします。させません。蹴りを見舞ってまいります。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。下から切り返します。抜けてまいります。テイクダウン。マウントに移行します。動きがちょっとなくなりました。足を絡めます。ガードします。外してまいります。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。抱えます。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。ローキック、膝へのキックです。ブルドッキングヘッドラック。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。この辺りのグラウンド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですかペースに持っていけますからね。あ、そうですか。合体のグランバスター。起こします。フロントスープレックスで引っこ抜いた。強烈サイドからの膝蹴り。ここでロープブレイク。掴んだ。させません。頭を掴んで膝小僧が暴れる。ストンピング。立たせていく。組み合った。あと逆に投げていった。スリーパー落とすのか。ロープに逃れました。いけるか。あっと逆に返した。ガジェット組み合った。覆いかぶさって肩固め。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。強烈に締め上げる。ニーリフト強烈。腕をフックした。リールドのサチューズ DDT 戦闘。
10分経過。天ミニットは。おっと、ガブった。おっと、外した。いけるか。そのまま締め上げる。膝を突き上げていった。起こした。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。もうベッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。ネックロックで強烈に頸動脈を締め上げる。やった。
式の嬉しい逆十字。フロントキック組み合った、ハンマースルーをさせない、抱えた、あっとフロントからのチョークスイーパーか、ロープブレイク、いけるか、そのまま投げていった、アキレス腱がここでドンに選んだされます。無差別級選手権試合、青コーナーより挑戦者ダブル J、 アイアムど真ん中、石井智弘入場。さあど真ん中を突き進むこの男、石井智弘が入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオン、新日本プロレス、新日本の未来を背負え、中村俊輔入場。さあ新日本期待の格闘超新星中村俊輔が戦いのリングに入ってまいります。無差別級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者ダブル J、 172cm 91kg、 石井智弘。石井赤コーナーチャンピオン、新日本プロレス、188cm 104kg、 中村俊輔。レフリーレッドシューズ運の俊輔、打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ストマックに突き刺さります、掴みます、エルボーを入れていきます、組みに行きます、ロープに振った、ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします、肩をつけます、跳ね上げてまいります、行くのか、倒してまいります、ストンピングを叩き込んでまいります、抱えます、スロイダー気味に投げてまいります、
逆に決めていきます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。あ、なるほど、そうだったんですか。ボディスラムで叩きつけます。逆にバックに回った。エルボーで返します。掴んだ。ヘッドバットを打ち込んでまいります。レスラーとしてのキャリアはまだ浅いこの中村ですが、ロス道場で総合格闘技の特訓に挙げくれ、新日本プロレスだけでなくプロレス界全体を背負う存在となるべく牙を研いでおります。あの新日本プロレスの神も一目置く男、超新星中村俊輔が注目のリング上であります。組み合います。逆に返します。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。行くのか。リング下に落とします。リング下に降ります。組み合います。返してまいります。2位を落としてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。あっと、逆に切り返した。ロックアップ。お気をつけください。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組みに行きます。グラウンドマンジに持っていきます。組みに行きます。逆に投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。掴みます。キックで返します。行くのか。あっと、返します。エルボー、腰を落とします。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。肘を打ち込んでまいります。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。掴んだ。強烈に打ち込みます。腕を取ります。あっと、エルボー、ラリアット、ラフサッポーに転じます。エルボードロップ落としてまいります。掴んだ。あっと、エルボー、腕をフックします。耐えます。組み合います。ロープに飛ばした。そのまま後ろに投げていった。引き起こす。ラリアット投げ倒し、脇固めに持っていった。いけるか。逆に返した。アキレス腱固めに入った。組み合った。あと、逆に倒した。強烈ダブルに果たせていく。打たせない。ガチッと組み合った。あと、逆に投げていった。抱き起こす。あっと、フロントスープレックス。腕をフックした。させません。トップロープを奪う。コーナー最上段からドロップキック。
頭を掴んで強烈キック攻撃起こした。シャイニングトライアングル落とすのか。すごい音がした。抜くのか。あっと膝十字で切り返す。ここでロープブレイク抱えた。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。ガジェット組み合った。ロープに振った。あと後ろに投げていった。起こした。組み合った。グランドバンジに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。逆に振り返した。あっとラリアット首をかっ切るのか。ラリアット体を預ける。ここから大技2発3発持ってきたいですね。ガジェット組み合った。コーナーに振った。コーナーからなだれ込みに振っていった。15ミリッツパス。さあいった。サドリが食べ行くのか。危ないですよ。スイートクラッカーか。引き起こす。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。立たせていく。放っていくのか。トップロックからミサイルキック。エルボーで切り返す。抱き起こす。いけるか。ロープに振ってドロップキックが突き刺さる。引き起こす。バックを取ってジャーマー投げっぱなし。裏アキレスに持っていった。フロントから落としていった。起こした。感極まって泣き出している女性ファンもいます。あーエクスタシークライマックス。立たせていく。あっと三角締めから腕十字に持っていった。ロープに逃れました。組み合った。ロープに飛ばした。おっと下から三角。ここでドミが乱打されます。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム選手入場。さあがっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。
赤コーナーよりチャンピオンチーム邪道下道入場。星に巻かれるベルトとともに今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。邪道！行けー！ IWGP ジュニアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム167センチ90キロ、行けー！キラムマリコーサー、オリジナルレスラー、頑張れ頑張れ頑張れ。赤コーナーチャンピオンチーム174センチ90キロ、ゲドー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 、180センチ96キロ、ゲドー邪道！邪道！邪道！レフリー、レッドシューズ運の さあ、運命の鐘が鳴った！さあ、山崎さん、正直、見どころはどういったところになりますかね？そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕を捉えます。長田ロックで顔面を締め上げます。組みに行きます。パンチで返します。行くのか、粘着しつけの技に転じます。抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。起こします。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。このポーズです。蹴ってまいります。ここでタッチです。取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。スタンディングを取らせます。フロントからのキック、こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。叩き込んでまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。お気をつけください。キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。ラフな展開になるのでありましょうか。掴んだ、ラフ殺法に転じます。
蹴ってまいります。ブロックします。リング内に戻ります。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。スイッチしてまいります。相手を挑発してまいります。腰を落とします。打たせません。ロックアップ。ボディースラムで投げてまいります。行くのか。リング下に落とします。相手を挑発してまいります。リング下に降ります。小脇に抱えます。簡単にはいきません。チョップであります。張ります。腕をフックします。耐えます。腕をフックします。 DDT。 組み合います。返してまいります。組みに行きます。フライングメイヤー。顎を決めていきます。チンロック。フロントからのキック、掴みます。逆に返します。ロックアップ。逆に投げてまいります。引き起こします。キックを打っていきます。行くのか。ボディースラム。トップロープを奪う。ここは戻ります。組み合います。場外に落とします。このあたりの空中散歩をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。ウィストドロップ。組みに行きます。お気をつけください。ガードします。リング内に戻ります。ここでタッチです。10分経過。リング内に戻ります。10ミニッツ。抱えます。タイガードライバー。頭を掴んでさせません。ガチッと組み合った。あっと返した。組み合った。変形のストレッチ持っていった。いけるか。あっと逆に返した。いった。ロメロスペシャル。掴んだ。逆に蹴っていった。腕を振った。あっと耐えた。腕を取った。
あっと逆に腕を取った。あっと逆に切り返した。腕を取って切り返した。あっと切り返した。首根っこをつかんだ。頭突きを打ち込む。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。いけるか。逆に返した。気合を入れた。蹴っていった。あと逆に捉えた。足を打ちつけていった。全体重を乗せたエルボー。キック。ガチッと組み合った。あと逆に倒した。くびれっこをつかんだ。金的攻撃。バックを取って。あと金的か。ミストドロップ強烈。起こした。ちょっと危ない状況ですよ。意識もおろうか。組み合った。あと逆に投げていった。15分。ここでタッチだ。15 minutes pass。いけるか。あっとグラウンドに持っていった。背後からキャメルクラッチに移行する。岩壁の母の胸に抱かれました。あっと逆にキック。組み合った。あっと逆に投げていった。強烈サンセットフリップ。すごい顔で打つ。ラリアット。足を殺していった。蹴り上げていく。すごい音がした。頭を掴んで、ヘッドバット、ベンダーだ。ストンピングを叩き込む。トップロープを狙う。急降下、ボディープラス。カウント3つは奪えない。掴んだ。ヘッドバット。タックルぶちかわし、立たせていく。スイング式の DDT。 抑え込んで、ロープブレイク、ロープブレイク。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。ガチッと組み合った。逆に振り返して、コーナーから
引き起こす。20分経過。20 minutes pass. 掴んだ。ハンマーを振りかざす。すごい顔で打つ。変形のストレッチ系に持っていく。フロントキック組み合った。逆に返した。あっとキャッチした。強烈に叩きつける。釣り天井にコース。ロープブレイク。ドロップキック。ここでスイッチ。腕をフックした。 DDT 脳天。首根っこをつかんだ。ハンマーパンチ強烈。首根っこをつかんだ。弓を引くナックルアロー。ラリアットなぎ倒し。抱き起こす。一気に料理するのか。トラースキック。このポーズ。引き起こす。直下式ブレインバスター。前頭葉は砕け散った。抱き起こす。耐えました。掴んだ。させません。25 minutes pass. 腕をフックした。打たせない。すごい音がした。キック。いけるか。あっと逆に返した。放っていくのか。無人島に漂着してしまった。これで決まったか。ここでロープブレイク。抱えた。正面から投げを見ます。サンセットフリップ。起こした。ドロップキック強烈。足を打ちつけていった。ストッピング。片エビに持ち込む。ロープに逃れた。ガチッと組み合った。あと逆に倒した。エ
指に固める。ここが分かるとこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ブレンバスター、ブレンバスターで切り返した。フィニッシュになるか。カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより藤波辰巳、成瀬正幸入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーより棚橋博史、重心サンダーライガー入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。マッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、173センチ、95キロ、成瀬正幸。184センチ、105キロ、藤波辰巳。赤コーナー、170センチ、95キロ、ライガー、中心サンダーライガー、ライガー、181センチ、107キロ、棚橋博史。レフリー保永則夫。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ネックブリーカードロップ、ストンピングを叩き込んでまいります。組に行きます。逆さ押さえ込み、
ロープに逃れました。ブロックします。気合を入れてまいります。引き起こします。足を抱えます。バックを取ります。ハンマーを振りかざします。抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。相手を挑発してまいります。腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。行くのか。コーナーに振って、おっと、そのまま浴びせていった。この辺り決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。組み合います。ロープに飛ばした。ショルダースルーで投げてまいります。ここでタッチです。正体決まった。腕攻めに転じます。スイッチしてまいります。キック攻撃を見舞います。組みに行きます。ロープに振った。あっと、そのまま倒します。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。あっと、キャッチした。あー、ドラゴンスクリュー。膝へのキックです。ロックアップ。逆に倒します。ラフサッポーに転じます。組み合います。ロープに振って逆に返します。スイッチしてまいります。行くのか。脳天から落とします。ここでタッチです。組み合います。逆に振り返して、あっと、後ろに投げてまいります。レッグロックに捉えます。足を取ります。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイク、ランディングしたのエルボー、起こしてまいります。ドロップキック、組みに行きます。コーナーに振った。走り込んでのエルボー、ストンピングです。行くのか。
逆に投げてまいります。エルボードロップ、スタンディングを取らせます。このポーズです。エンジン蹴り、立たせていく。ショルダータックル、なぎ倒し。ストンピングを叩き込む。蹴り上げていく。ブロックした。無重力状態からフラッシュリング、蹴っていった。ジャンピングしてのエルボー、カバーの体勢、3つは入りません。ガードした。放っていくのか、急降下、膝バックだ。10ミニッツブロックした。抱き起こす、締め上げていった。ここでスイッチ、強烈に入りましたよ。音がきしむ音すら聞こえてまいります。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。今即トロですね。後頭部痛打か。強烈キック攻撃、キックいけるか。そのまま締め上げる、ハンマーパンチ強烈。メキシカンストレッチを決めていく。掴んだ、膝へのドロップキック、頸動脈を締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。腕を取った。あーブロック、ガチッと組み合った。強烈に締め上げる、ハンマーを振りかざす、引き起こす。ここでタッチだ。ドラゴンスクリューで倒した。ストンピング強烈。さあタッチ、足を抱えた、バックに回った。あっと逆さ押さえ込み、カウント3つは奪えない。フロントキック、足を取った、ひねって倒した。ドラゴンスクリュードロップキック強烈。さあドラゴンスリーパーに持っていった。15分経過、15ミニッツパー。腕をフックした。おっと外した。
んでいく。いくぞ。ブレーンバスター行くのか。あっと逆に投げていった。いくぞ。くそ。あっと逆に捉えた。あっと逆にキック、組み合った。あっと返した。起こした。いけるか。コーナーに振った。いくぞ。あ、昇天ストッピング。いくぞ。ガードした。これはポイントになりそうですね。そうですね。今のは精神的なダメージが大きいです。コーナー最上段からドロップキック。起こした。腰に手を回した。受け身を取れない。ジャーマンスープレックス。抱き起こす。一気に料理するのか。ガチッと組み合った。あっと首から突き刺さった。引き起こす。腕を回した。危ないですよ。スイートブラッカーか。組み合った。あっと倒していった。いった。ドラゴンスリーパー。ロープブレイク。抱えた。ミッサーバンバスターに持っていった。立たせていく。20分経過。トゥエルピングエルボー。起こした。打たせない。キャッチした。バックを取って、金華山ジャーマン完璧。ここでロープブレイク。ネックロックで強烈に頸動脈を締め上げる。組み合った。あっと切り返した。ガチッと組み合った。あっと逆に倒した。カウント 2.5。 さあタッチ。くそくそ。いけるか。逆に返した。頸動脈を絞り上げる。ここでロープブレイク。逆に返した。
すごい顔で撃つ。どうかロープに逃れました。足を抱えた。燃やせ燃やせ